回教えるカタカナ英語は日本語でもよく使う日常会話をどんどん紹介していきたいと思います。ではどうぞ。分かったよっていう時、 I got it って言うんですけど、これは I got it、 聞いたことあると思うんですけど I got it です。 I got it。 次に、まあ、会話の中で使うと思うんですけど、もう一回言ってもらっていいっていう時は Say it again なんですけど、これは Say again ですね。 Say again。次に、この入る前ですね、入ってもいいっていう時は May I come in って言うんですけど、メラカミンですね。メラカミン。では、See you again!